こんにちは。こんにちは。さあ、はい、ついに来ちゃいましたよ、はい、この日が。ねえ、ちょっとびっくりしてるんですけど、はい、はい、あるんです、はい、なんとですね、コナミさんからご連絡をいただきまして、はい、いただいたんですね、はい、はい、ついに、はい、里崎チャンネルとパワプロアプリのコラボが決定しました。すごくないですか。プロスピに続いて、プロスピに続いてパワープロですよ、はい、パワープロ。しかもですね、うん、あの野球やってる人にとったら、はい、絶対に通るのがこのパワープロです。いや、そうですよね。だって私の周りの男の子たちみんなやってるんですよ。パワープロ通らないで、はい、野球を語るナンセンスですね。もうそのぐらいってことですね。だって僕なんて、うん、パワープロのスーパーファミコンの時からやってるんですから。え、スーファミだったんですか。一番最初はね。あ、そうなんだ、はあ、はい、一番初期のまだ野茂英雄さんが近鉄にいた時のスーパーファミコンコンで、はい、匠選手とかいましたけど、はい、それをやり続けてきたんですよ、うん、佐藤さんもじゃあやってたってことですね。はい、うん、そのパワープロが佐々木チャンネルとコラボ、光栄です。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。しかもなんとですね、はい、今回の主役は僕じゃないんですよ。袴田さんです。いや、もういや、ありがとうございます。本当に いいんですか、私で。いいんです。今回はですね、なんと袴田さんがこのパワープロアプリをやってもらって、はい、この成長過程っていうのをやっぱり皆さんと一緒に袴田さんが成長していく、はい、まあ、初心者じゃないですか。やったこともないじゃないですか。ないです。でもやったことがない人でも楽しめるのがパワープロなんですよ。へえ。いや、だって私野球自体やったことないし、はい、ゲームもほとんどしないんですよ、はい、なので、なんかそのリードをしたりとか、はい、いろいろできるかなっていう、すごい、これがね、はい、できちゃうんですよ。そこはパワープロ初代からやってきてる、はい、パワープロユーザーでもある僕が全面サポートですよ。心強い、はい、ありがとうございます。だからね、はい、今初心者の方でまだやったことないよっていう方も、はい、今回は袴田さんと一緒にやり始めて成長していって、はい、そこは僕が追加で解説していく。いいですね。え、じゃあ本当に私これからダウンロードするんで、はい、皆さんも今ダウンロードしていただいて、そうです、そうです、一緒に始めるっていう。そうすると分かりやすく、やっぱりなんか途中から始めると難しいとか、そうですね、ちょっと分かりにくいとか、うん、あとなんかちょっとレベルの差が、やってる人と差が激しくて、はい、ちょっとっていう人たちも大丈夫っす、うん、おお。なんて言っても袴田さんが初心者なんで、はい、本当にやったことないので、はい、視聴者の方もね、あまり知らない方はいるかもわかんないんですけども、はい、パワープロアプリはなんと4300万ダウンロードです。そんなになんですね。国民の3人に1人がダウンロードしてます。すごい。そう考えると本当にすごい、はい、しかもシリーズは26年にもわたる超ロングセラー、はい、私じゃあもう私生まれてすぐの頃からあるんだ。そうなんですよ。すごいですね。でしかもですね、まあ、やったことない人もいるかもしれませんし、知ってる方もいると思うんですけど、はい、うん、27の高校が登場して、へー、そのシナリオを楽しめる。だから今回はこのシナリオサクセスモードを袴田さんに体験して成長過程を見せていきたいんですよ、はい、サスクセスモードっていうんだ。そうなんです、そうなんです、はい、あの27高校あるんで。おい、27もあるんですね。27の高校があるんですよ。それぞれのストーリーを楽しめるってことなんですか。そうなんですよ。だからこれ全部楽しもうと思ったら長年かかります、はい、そうですね。でも選べるっていうのすごくないですか、はい、一つのところでやるんじゃなくて、うん、自分の好きなところを選んでやれるんで、はい、まず人と被らないですね。そうです。で自分のオリジナリティ出せる、うん、選手作れる、はい、オリジナリティのチーム作れる、最高じゃないですか。そうですね。なんかもう本当に自分オリジナルのゲームやるってことですね。そうです。だから袴田さんも作りながら、はい、もしね、視聴者の方も作っていって、はい、俺はこっちのタイプ作るよとか、うん、で競い合っていくのも面白いじゃないですか。出来上がったゲームじゃないってことなんですよね。一から自分に作っていくっていう、はい、作っていくゲームの中で、うん、自分のオリジナリティを出すっていう。出す。しかもそれが携帯のアプリでできちゃうっていう、はい、でも簡単なダウンロードでできちゃうってことですね。簡単なんですよ。アプリ限定のものが多いんですけど、はい、まあ、そこはまあ結構楽しんで皆さんにやってもらいたいんですけども、はい、パワープロって何ぞやっていう話もあるかもわかんないんですけど、はい、まあ、サクセスという選手を育てるモードとスタジアムっていう育てた選手を使用して野球するモードの2種類あるんですよね、はい、でしかもその野球をやるのも選手を育てるのもどっちも違う面白さがあるんですよ。はあ。自分が
選手を育てる、はい、だ自分が作りたい選手を作る、その人を戦わせることもできるんですよね。できるんですよ。だからその育成を楽しめるのもあるし、はい、試合をプレーするっていう楽しみ方もあるんですよ。なるほど。なかなかないでしょそういうのって。2種類あるっていうのは、はい、育てるだけとか戦うだけはあるかもなんです、うん、両方できるんですよ。で私正直戦うとこちょっと不安なんですよ。でまだ野球のプレーできるかなっていう。それは、はい、地道にやっていけば、練習すればいいんですよね。いやでも選手を育てるっていうところはなんかこう野球に今までやったことなくても、うん、できるところな気がするんですよ。だからあの選手と同じように育てようとか、あ確かに、もし好きな若手選手がいて、はい、あの選手の将来的にはこれぐらいになるんちゃうかっていうのをもう自分で育てちゃうとか、はい、応援してる選手がなかなか頑張らないから、うん、歯がゆいからもう自分であの選手を作ってゲーム内内だけでもすごい選手にしちゃうぞみたいなっていうのも可能です。もしくは勝手に新外国人選手とかね、はい、勝手に作っちゃってで自分が作りたい選手を作れるっていうのが魅力なわけですね、はい、そうなんですよ、うん、そこがやっぱり醍醐味なんで、まあ、野球するだけかと思ってたら選手も作れるっていうね、はい、まあ、ゲームが下手な選手でも選手を作るのはできるじゃないですか、はい、できます。でそれによってちょっとずつゲームやっていけば、はい、プレーも上達できるっていう。最初からプレーだけだとねなかなか難しさが入っていけないですけど、作るっていう、これはこの能力とかじゃないんで。あ、なんかすごいワクワクしてきました。でしょ。え、どういう選手を作ろうかなってすごいワクワクしますね。この袴田さんの成長過程を見せていくっていう、はい、なんかちょっと責任重大ですけど、うん、でもなんか楽しみですね。そうなんです。私もどれぐらい自分が成長できるんだろうっていう。だから知ってます、成長過程を見せる、はい、成長しないといけないですからね。なんでそうやってすぐプレッシャーかけるんですか。そのしますよ成長、ね、だって今もうこの底辺ですから。私だから一緒にね、はい、あやられてる方も、うん、その袴田さんのやつを見ながら、うん、ああでもないこうでもないって文句言いながら見てほしいし、はい、あとやられてない方も袴田さんと一緒にやり始めて、はい、そのどっちが上手くなるスピードが上手になるか、はい、あと女性の方でもできるっていうね。いやそうですよね、はい、ちょっと野球ゲームって女性ってちょっと抵抗があるんですよね、はい、プレーのこと詳しいこと分かんないしとか、うん、でも選手を育てるっていうところだとすごく入りやすいし、そうそうそう、はい、今一緒に始めれば、ね、一緒にできるっていう。そうなんですよ、うん、あとそのサクセスモードの中には恋愛モードとかあったりとか、はい、え、そうなるんですか。年間のイベント、クリスマス、バレンタインあったりとか、はい、いろんなこともあるんで、へー、ぜひ一緒になってね、あの楽しんでもらいたいですけども。青春だな、はいはい、このね、うん、パープルアプリ動画はですね、はい、毎週木曜日に動画を上げていきます、はい、でそれでですね、まあ、あの8月26日がパワープロの日なんですけど、はい、うん、今日動画公開日、はい、8月20日です、はい、ここから、うん、なんとアプリ内でキャンペーンが、始まってます、はい、あのその中のキャンペーンにスペシャル企画が満載でですね、はい、スクラッチでパワーストーンが当たるとか、くじ引いたりできたりとか、はい、そういうとかが当たるとか、うん、あとは家電が当たる、家電ですよ、家電が当たるツイッターキャンペーンなんかもやってるんですよ、はい、でその詳しい内容はあの概要欄に載せてあるんで、はい、そちらをチェックしてもらって、まずはアプリをダウンロードして、はい、袴田さんと一緒に楽しんで、あとこのキャンペーンすごいですから、すんごい、もう聞いた時にびっくり、それはもう概要欄載せてるんで、はい、そこからね見てもらいたいと思います、はい、ということで、はい、毎週ここから木曜日は佐々木チャンネルとパワプロのコラボで袴田さんの成長日記、どんな選手を作るのか、そして戦ってうまく操作できるのかっていうところをね、はい、皆さん一緒になって楽しんでもらいたいですね、はい、じゃあ私も今からダウンロードするんで、はい、皆さんもぜひ今ダウンロードしてください、はい、頑張っていきましょう。